警察によりますと、今日午前1時50分ごろ、阿武町草木で小屋から火が出ているのを通行人の男性が見つけ、消防に通報しました。火は間もなく消し止められましたが、農機具などが入っていた小屋が全焼しました。また午前2時半ごろ、小屋から300メートルほど離れた場所でも火事があり、木造2階建ての空き家が全焼しました。けが人はいませんでした。 警察はいずれの場所も火の気がないことなどから連続放火の可能性も含め出火原因などを詳しく調べています。